人気女優である大竹しのぶさんは、その素晴らしい演技はもちろんのこと、プライベートでも恋多き女として知られています。これまでに2回の結婚歴があり、他にも野田秀樹さんとの事実婚の状態でいたことがあります。では、野田秀樹さん、さんまさん、服部春治さんとの関係、子供たちの現在について調べてみました。目次、大竹しのぶの現在の夫は野田秀樹、大竹しのぶと野田秀樹の馴れ初め。野田秀樹がは IMALUにとって第二の父親。大竹しのぶの結婚歴、さんまと服部春治との関係を時系列に、一人目の夫服部春治、二人目の夫明石家さんま、大竹しのぶの子供は二人。大竹日花、IMALU、まとめ、大竹しのぶの現在の夫は野田秀樹。大竹しのぶ現在夫と野田秀樹、女優の大竹しのぶさんは2021年現在独身です。なので、現在の夫は野田秀樹さんではありません。大竹しのぶと野田秀樹の馴れ初め、演出家である野田秀樹さんと大竹しのぶさんは、1992年に上演された舞台、真夏の夜の夢にて知り合いました。大竹しのぶ現在夫と野田秀樹。野田秀樹さんと知り合った当時、大竹しのぶさんはお笑いタレントである、明石家さんまさんと結婚していました。しかし、大竹しのぶさんが、野田秀樹さんにアプローチして、明石家さんまさんと離婚したと言われています。明石家さんまさんと離婚してから、大竹しのぶさんは野田秀樹さんと約5年間同棲生活を送っていましたが、結婚までには至りませんでした。一方、野田秀樹さんは2005年に、25歳年下の女優である藤田陽子さんと結婚しています。大竹しのぶ現在夫と野田秀樹、2009月6月には、野田秀樹さんと藤田陽子さんとの間に、第一子となる女の子が誕生しています。その後、2014年に次女、2018年に長男、2019年に三女が誕生しており、野田秀樹さんは四児の父親となっています。野田秀樹がは IMALUにとって第二の父親。野田秀樹さんはテレビ番組にて、大竹しのぶさんの娘である IMALUさんへ、ビデオメッセージを送ったことがあります。大竹しのぶ現在夫と野田秀樹。大竹しのぶさんと同棲した頃、IMALUさんは可愛い盛りで一緒に暮らせて幸せだったと、IMALUさんへメッセージを送っています。ビデオメッセージを受け取ったIMALUさんは、めっちゃ嬉しい、とコメントしていました。IMALUさんが物心をついた頃は、明石家さんまさんと大竹しのぶさんは離婚していたため、IMALUさんにとって野田秀樹さんは、一緒に住んでいた唯一の男の人、だそうです。本当の父親ではないということは知っていたそうですが、父親のような存在だったのかもしれませんね。大竹しのぶの結婚歴、さんまと服部春治との関係を時系列に、大竹しのぶ現在夫と野田秀樹。画像引用元、ツイッター。大竹しのぶさんは2回結婚歴があります。大竹しのぶさんの元をというと、明石家さんまさんを思い出す方も多いでしょうが、実は明石家さんまさんとは再婚となります。大竹しのぶさんのそれぞれの結婚生活についてまとめてみました。一人目の夫服部春治、二
大竹しのぶさんは1982年に元 TBS ディレクターの服部春治さんと結婚しました。大竹しのぶ現在夫と野田秀樹、服部春治さんは大竹しのぶさんより17歳年上です。服部春治さんはイケメンで敏腕プロデューサーとして有名で、女性にもモテたそうです。大竹しのぶさんとは3回目の結婚だったそうです。丸、1985年には2人の間に長男の日花さんが誕生しています。大竹しのぶ現在夫と野田秀樹、子供もできて幸せいっぱいの毎日を送るはずでしたが、服部春治さんは1987年に癌のため47歳という若さで他界してしまいます。丸、しかし実は服部春治さんの癌は大竹しのぶさんと結婚してすぐに発覚していたそうです。丸、医師からも余命1年と言われており、それでも大竹しのぶさんは愛する人の遺伝子を残したいとシングルマザーになるのを覚悟して日花さんを出産しています。丸、しかし大竹しのぶさんは服部春治さんが末期癌ということは周囲の人や本人にも話していなかったと言われています。2人目の夫明石家さんま、服部春治さんが他界し、大竹しのぶさんは1988年にお笑いタレントである明石家さんまさんと再婚しました。大竹しのぶ現在夫と野田秀樹、2人の出会いは1986年に放映されたテレビドラマ男女7人夏物語での共演でした。大竹しのぶ現在夫と野田秀樹、一説によると大竹しのぶさんは服部春治さんが存命している時に明石家さんまさんと不倫関係にあったとも言われています。丸、それを知っていた服部春治さんは明石家さんまさんへ、しのぶのことをどうぞよろしくと手紙を書いていたとも言われています。シングルマザーとなった大竹しのぶさんを明石家さんまさんが支えており、服部春治さんと大竹しのぶさんの間に生まれた日花さんも本当の息子のように可愛がっていたそうです。丸、1989年に2人の間に長女である IMALUさんが誕生しています。大竹しのぶ現在夫と野田秀樹、しかし大竹しのぶさんと明石家さんまさんは1992年に離婚しています。大竹しのぶの子供は2人、大竹しのぶ現在夫と野田秀樹、大竹しのぶさんには子供が2人います。丸、先にも述べましたが服部春治さんとの間に生まれた日花さんと明石家さんまさんとの間に生まれた IMALUさんです。丸、現在のお二人について調べてみました。大竹日花、大竹しのぶ現在夫と野田秀樹、大竹日花さんは1985年に服部春治さんと大竹しのぶさんとの間に生まれました。その後、服部春治さんが他界してからは明石家さんまさんが本当の父親のように可愛がってくれたそうです。丸、慶応義塾大学を卒業後1年半ほどアメリカで仕事をしていましたが、秋田という理由で日本へ帰国しています。丸、帰国後は大竹しのぶさんが所属する事務所スタッフとして勤務していましたが、現在はジェミー株式会社というウェブ制作会社に所属し、オーディションなどのマッチングアプリ、ナローを運営しています。
まる、大竹日華さんは母親が女優ということもあり、有名ですが芸能活動を行っているわけではないので一般人です。まる、そのため、本名で活動しており、名前が珍しいということもあり、すぐに覚えてもらえるとインタビューにて語っていました。いまる、大竹しのぶ現在夫と野田秀樹、いまるさんは、明石家さんまさんと大竹しのぶさんの間に1989年に生まれました。いまるさんは歌手やモデルとして芸能界で活躍しています。まる、本名は大竹いまるさんです。名前の由来は明石家さんまさんの座右の銘である。生きているだけで丸儲け、生きているだけで丸儲け、から来ていると言われています。まる、中学卒業後にカナダへ語学留学へ移住し、2008年に帰国し、その後、歌手を志して2009年にデビューを果たしています。まる、両親が大物芸能人ということで、初めはプレッシャーを感じていなかったそうですが、デビュー後は両親からの影響を肌で感じていると語っています。